予備校講師辞めてオーナーになってどんだけ収益出たのか発表していきたいと思います。これが YouTube です。これなんか面白い夢がある。武田塾イングリッシュがスタートです。大学1年生の時に親にも言ってたんで、来年僕21億ですね。そうでは始まりました、まてちチャンネル。さあ戻ってまいりました。いやーね、サブチャンネルは休止し、そしてメインチャンネルもですね、過去の動画をいじったり、またね、平さんだけが登場したりとか、かなり大変な感じでやったんですけど、無事夏期講習が終わりました。いや、大変でしたけども、さあ、そんな超忙しくやってたわけなんですが、一体、もう一つ、予備校講師辞めてオーナーになって、どんだけ収益出たのかっていうのね、ちょっとね、発表していきたいと思います。正確にはね、予備校まだ引退してないんで、まだやってはいるんですけども、業務のほとんどは予備校業務ではなくなりました。今回も10日間だけ夏期講習はやったんですけども、一体ね、どんだけ収益出たんだっていうのをね、話しますね。もちろんで YouTube っていうのがあり、そして武田塾の国立校がね、いよいよ始まったんですけども、6月に始まり、2ヶ月経ったわけですが、どうなったんだっていうのをね、見ていきたいと思います。7月、どんだけ収益出たのか発表します。結果としては、およそ7月分が武田塾国立校がメインですね、ほとんどね。と、そして、その他 YouTube、そうそう、武田塾、私動画出てますから、それのものがあって、で、さらに、あとは企業案件いろいろやったんで、それでどうなったかって言ったら、月収は、600か700ぐらいだと思いますね。はい。600万か700万ぐらいになりましたね。そう、もう普通に河合塾の年収超えたよね。もうね、いろいろね、メッセージ来たんですよ。今さ、誹謗中傷メッセージをね、未だに送ってくる人いるわけですよ。もうお前は東進河合を辞めたのは間違いだとかってね、メッセージ書いてくる人がいますけど、まず河合はまだ辞めてないんですけど、はい、そういうことです。自分のインフルエンサーとしての力を全く使ってなかったのがすごくもったいなかったってことです。やっぱり未だにね、その YouTube とかすごく下に見てる人って多いんですけど、これが YouTube です。圧倒的にやっぱり知名度の力があるわけですよ。もちろん、まだ全然黒字ではないですからね。だって初期投資1000万以上払ってますから。ただ8月でうまくいって、ちょっと武田塾国立校だけで回収するのは無理でしょうけど、他の仕事とかも合わせれば、結構企業案件とかも来てますし、300万以下ってことは絶対ないと思うので、8月も。だから、その初期投資で出した1000万円ぐらいは2ヶ月で、7月と8月の働いた出すだけで戻ってくるっていう形ですね。無事にね、いろんな嫌がらせのね、メッセージとか送ってくる人がいましたけど、国立塾がどうせうまくいってないけれど、どうたらこうたらってね、無事ランキング入りましたので、はい。ありがとうございます。来ていただいた方。そう、だから概要欄とかにも募集とか出てなくなりましたね。出なくなりましたよね。あれは、人いすぎてギチギチになったらちょっと困るなと思ったからです。このコロナ禍なんで、やっぱ席開けて座ってほしいなっていうのがあるので、だから募集を出してないっていう感じです。だから本当だったらね、当然 YouTube があるから、もっとボンボンボンって CM は出せるんですけど、ちょっとこの期間は一旦セーブしてるって感じですね。もしかしたら、ちょっともうまたスペース借りて増やすかもしんない。ないですね。別のところちょっと不動産借りてなんとかするかもしれないですが、という感じになってました実は。で、いよいよ武田塾イングリッシュがスタートです。この動画が流れてる時にはもうすでに武田塾イングリッシュの説明会が終わってる状況なんで、取締役になってるわけなんですよ。だからこっちのね、仕事もまだだってこれに関しての給料とかは一切入ってないんで、これからそれが入ってくるので、今一生懸命ね、ルート作ったりとか、ほんと参考書ね、めっちゃいっぱい見てて、送ってくれた出版社の方々ありがとうございます。すごいと本当来てます。まだまだ送っていただければ、はい、拝見しますので、いよいよこっちでもやってくって感じですね。加盟説明会もね、0時募集っていう段階なのに、今もう86個とか来てたよね。これ、86とかになったら、来年僕年収1億ですね、したらね、多分ね。これで受験生版タイガーファンディングに出てもいいようなポジションになったかな。虎になってもいいポジションになったかな。受験生版タイガーファンディングぜひ見てください。予備校講師と経営者どういう感じなのか。比べていろいろとわかると思いますので、いろんなことが言えるんじゃないかなと思いますので、今後も見てください。そして、チャンネル登録よろしくお願いします。Google のね、オフィシャルのマネージャーとね、分析して、非常によくわかった。マジでチャンネル登録してくれない人がすごい多いってことがわかったんで、ぜひしてください。よろしくお願いいたします。でまあね、なんでね、予備校じゃなくてそういう道に進むんだっていうね、声も結構来たんですよ。ね、予備校業界でトップ狙うんじゃないのかよって来てたんですけど、まあもう予備校業界トップとってもう全然ダメだからですね、結局のところ。僕は大学1年生の時にね、もう親にも言ってたんで、億稼ぐから絶対っていう宣言をね、してたんですよ。でも今って、この予備校業界で億稼いでる人って1人しかいないわけで、でも人の1人も別になんか教えることによってっていう感じじゃないからね、やっぱ広告塔になってるからっていう感じなわけじゃないですか。昔みたいに授業いっぱいやって、その授業でもらって1億超える人がまあいたわけですけど、何人も。今はそういうのは無理なので、ということはだって後の有名なあの先生もあの先生もあの先生ももらえないんですよ。もちろんいろんなね、仕事と合わせて合算して億超える先生っていうのはね、いたりするんですけど、その授業だけでっていうのはもう誰もいない状況になっちゃったんで、無理なわけじゃないですか。もうだから物理的に不可能になってしまったので、あ、もうこれダメなんだっていうのはもう気づいてはいたんで、そうかと思って、これじゃあ別の道も見つけなきゃいけないんだなと思ってやってたわけですよ。でまあいろんな人と話す中で、あ、やっぱこれ道変えた方が正しいなっていう判断になったって感じですね。あとはやっぱりちょっとインフルエンサーとしてと知名度使わないのがおかしいですよって言われて、あ、そうかっていうのにも気づいた感じですね。そんでまあ、あとはゆうてらね、授業チャンネルね、ちゃんと支えられるようにしなきゃいけない。でもやっぱスポンサーっていうのはそう簡単につくものではないですから、だから本当に無料で授業を届けたいんだったら、もう自分がやるしかないと、自分がスポンサーになるしかない、これが手っ取り早い方法だってことがね、分かったんで、動きますって感じですね。なんで自分がやります、自分が支えますで達成しなきゃいけないから、1億達成して、そしたらもう特に日本に未練は何もなくなるの、大学1年生の時に宣言して、まあ親は信じてなかったですけど、はは、そんなんできるもんならやってみなみたいな感じで、そこからどん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 ね、少子化が進み、予備校業界ボン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 縮小し、ヨゼミがまさかそんな風になっちゃうなんてね、思いもしなかったわけですけど、ヨゼミが縮小していった段階でまだ奥越えの先生たちがブワーンといなくなったわけですよ。ああ、そうか、もうこんな時代なんだと思ってね、まあ当時も新たに出てくる先生に億は絶対与えないし、だからああ、そうか、宣言したことはもう叶えらんないんだなって思って、とりあえず億越えして、でそれを果たしたらもう僕は何も残したものはないので、アメリカ行きます。でまあ7000万円ぐらいあればアメリカは行けるはずなので、投資ビザでね、まあ他にもいろんな行き方はあると思うんですけど、まあ武田塾ね、アメリカに開くんだったらどうやってやるかとかもね、ちゃんと調べて、そういった形でいきたいとは思いますね。そんな感じで実は方向転換をしてたっていう感じだったんですよ。そうだから考えてはいましたけど、いろんなやり方をね、まあいろんな人との出会いが大きかったかな。周りに様々な人がいてくれたので、こんな感じで動けた感じですね。まあなんか面白いのはね、武田塾イングリッシュの方が僕はオーナーになるよりも前に進んでたんですよね。だから面白いですね。武田塾イングリッシュがこうフランチャイズ化していって、で本部的なポジションでいろいろやっていくっていうのは、もうチャンネルが作られる時からもう当然構想としてはあったわけで、そこの後で井関さんと会って、オーナーにならないですかっていう話が進んで、不思議ですね。時系列で見ると面白いな。もうオーナーやるって決めてからボン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 っつって一気に進みましたからね。まあ不思議な縁だなとは思いますけど、まあ今までのね、予備校での積み立てがあったおかげでオーナー業を始められたりしたんでね、まあ、予備校という世界には感謝しております。別の職種を今初めて経験してるみたいな感じなんで、そうすると、あ、こういう構造だったんだなっていうのが分かる感じですね。雇う側になって初めて見えるものはいっぱいある。なんだ雇う側って、なんか雇うみたいな、雇う側になって、ずっと雇われ側だったわけじゃないですか。雇われ側と雇う側になって、こう世界が変わるよね。あ、そういうことかみたいなね、こういうシステムで世の中が動いてたのかっていうのが分かった感じですね。自分自身お金儲けには全然興味はないので、1億にずっとこだわってたのは、その親にした約束を果たすためだったんですよ。多分親もね、覚えてると思いますよ、僕が言ったのは。でその後はもうアメリカに行っちゃえば全然いいので、あとは多分 YouTube の企画とかに使おうかなと思いますね。そのドンと、もし稼いだら。なんかすごい有名なね、YouTuber さんたちね、1回共演するのに1000万、2000万とかかかる人たちいますから、そういう人たちにもお願いできますからね。そういうなんか面白い夢があることができるようになるなって思ってますんで、楽しみにしておいてください。なんかやっぱね、面白いことをやりたいっていうのが僕なんで、ね、そう人生こうね、楽しみたいと思ってる人間なんで、ぜひ応援してください。本当にチャンネル登録してください。ね、チャンネル登録流してくださいって言われてたんで、ね、オフィシャルマネージャーに言われましたんで、はい、本当にチャンネル登録いいんですよ。スーパーセンクスやってもいいんですよ。スーパーセンクスボタン押してもいいですよ。いや、なんか押さないか、この、なんかお金困ってねえだろ、お前みたいに思われそうだけど。いや、まだまだだってほら、校舎長に給料払って、校舎長にも給料払って、家賃があって、光熱費高いんですよ。で、さらにまあ去年ね、全然支出がなかったから、税金がさらに上がってましたから、確定申告が反映されてさらに上がってたけど、まだまだ支払うものもいっぱいありますから、当然全部が入ってくるわけではないんですけど、ね、親に、はい、ほら、受け取りましたよ。じゃあアメリカ行きます。でやりたいなという夢を一緒に追いかけてもらえればいいんじゃないかなと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.